ステージゲート VR シアターリファイルドに出演させていただきます、矢田祐介です。そうですね、結構長めの自粛期間があったので、久しぶりに僕は、今舞台に立てるわけなんですけれども、やっぱりそうですね、何回か稽古重ねて、やっぱり人とお芝居するのってすごく素敵だなと、なんかこの期間中にやっぱりできてなかったことなので、人と人と関わってお芝居をするっていうののなんか素晴らしさっていうのを改めて今感じてます。でそれが今回はこのなんていうんですか、実際に見ていただくお客様だけじゃなくて、こういうふうにあの VR でも見ていただけるということでね、時代ってすごいと思ってはい、今感心してます。なので僕もどういうふうに映るのか楽しみではありますね。はい。でこの本をいただいてなんですけど、でもこの作品をなんかこのハイテクな VR の配信に持ってくるっていうのがなんかすごいなと思いまして、僕のこのハリーという役どころはどちらかというと、その自分はこういう今のテクノロジーとかよりも昔ながらのものになんかすごく価値を感じているという人間なので、なんかそこをあえて持ってくるっていうのが、あ、なんか面白いチョイスだなと思って、まあ見てもらえればそれは分かると思うんですけど、なのでちょうどねこの今の時期にも内容的にもいろいろ被ってくるものがあると思うんで、なんか見ていろいろ感じていただけたらなと僕からは、はい、思います。ですので楽しみにしていてください。はい、ということでリファイルド VR 配信ぜひご覧ください。矢田祐介でした。